どうも皆さんこんにちは。今回は、新陸駅から陸イオンまでのルートを紹介しようと思います。陸イオンまで列車で行きたい。ぜひ人に共有してあげましょう。それでは、早速歩いていきましょう。新陸駅前を右折してください。ここのトンネル方面です。今、渡っているトンネルを抜けていくと。JR 東日本の車両基地が見えると思います。そして、その左手前の方向を見ると、イオンモールが見えると思います。そうです、これが陸イオンです。あと、ここいらで左の車線に移っていくことをお勧めします。なぜなら、横断歩道がないからです。ここいらは、車通りが激しいので、渡るときは注意してください。もうすぐで、イオンの駐車場に入ります。もう一息なので、頑張ってください。今映してる看板が、正規の入り口となっています。到着しました。ここが陸イオンです。新陸駅から陸イオンまで、道のりに困ってる人がいたら、この動画を送ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。